どうも、トハです。この動画は、トハが自分のブログに書いた記事、ゼロからやってみるキャラモデリングっていうのを見ながら、実際に自分でゼロからキャラモデリングをやってみる動画になります。で、どの記事かというと、これですね。ゼロからやるキャラモデリング。これは2019年の6月に書いた記事ですが、結構たくさんの人に読んでもらってるみたいなので、今回ちょっと、動画で細かいとこも補足してみようかなと思って、新しい動画シリーズに撮ってみることにしました。あと、ちょっと、この動画見てもらうとですね、モデリングって、こんな地味で地道な作業をやってんねんなーっていうことをしてもらえたら、ちょっと励みになるかなとも思いますので、ちょっとやってみます。で、ここにくるくるしてるこの人は、説明せっちゃんという子ですが、最終的にはこの子が出来上がる予定です。この子ですね。このモデルを作ることを目指してゼロからやっていきましょうか。で、ちょっとやる前に、使ってるブレンダーのこととかを少し説明しておくと、トハの使ってるブレンダーのバージョンは 2.83LTS というやつです。2.83 は安定版なんですが、今出てる最新だと 2.9 の何ぼとかになってます。なので、ちょっともしかしたら微妙なところ、メニューとか少し違う部分もあるかもしれませんが、操作方法とかはそんな大して変わらないので、見れるかなと思います。で、それに加えてですね、トハのブレンダーは、マヤっぽい操作にするアドオンを入れてたり、その他、もろもろアドオン使ってたり、ショートカットちょっとカスタマイズしたりとかもしています。その辺の細かいことは、動画の説明欄に書いておきますんで、気になる方はそちらを見てください。じゃあ、出ていきますかね。で、これを見ると、まず、ここかな。こんな感じで、頭を作って、体を作ってっていうのをまずやりますんで、まず頭から作ってみます。これはいつものブレンダーの最初のやつ。この四角を、使います。今サイズが1メートルになってるんですけど、これ頭にするんで、ちょっと弱30センチぐらいにしようかな。これを頭モデルにしていきます。で、これはブログには書いてないことなんですけど、キャラクターのモデルを作るとき、そのキャラの身長ですね。どのぐらいの大きさで作ったらいいかなーってなるかもしれないですが、特別な理由がない限りは、リアルスケールで作っておくのが無難だと思います。説明せっちゃんはですね、ちっちゃい女の子ぐらいの身長。120センチで作ってるんですよね。なんでちょっとここに 1.2 メートルのボックスを作る。で、地面にぴったりになる高さに置く。で、ここ、ちっちゃくしてですね、120センチの棒を作ります。これは、身長120センチにするためのガイドです。
ただの棒なんで何かに使うわけじゃないんですが、まあ、これが120やから頭はこんなぐらいかなっていうのでこの辺に置きます。でトカの場合はですね、の 3D リポートの中にガイド画像を置かないっていうのでまあやってるんで、こういうちょっと資料を見るための別のソフトがあるんですけど、一派が使ってるのはクワドロっていうソフトを使ってこうレーザーの外側にガイドを置いてみて作ってます。でも、まあ、ちょっとこのビューポートの中にあった方がやりやすいよっていう時、特に最初はねプロポーションのガイドにするだけなんで別になぞって作るわけじゃないですから、こういう板ポリにテクスチャ貼ったガイド画像みたいなのを適当に置いて、で120センチやからまあこんなぐらいかなってこんな感じでプロポーションチェックするようにガイドを置いてもやりやすいと思います。じゃあまあやりますかね。でこれ頭作っていきますが、おその前にちょっとこの人、この人を120ガイドって名前にしとこうかなと、ちょっと消しとこうかなと。はい。でこの人、今はこんな普通のものになってますが、ミラーモディファイヤーを使ってモデリングしていきます。で普通にミラーモディファイヤー当ててもいいですけど、トハはオートミラーっていうアドオンを使っているので、ポチッと一回押すとですね、勝手に半分のところで切ってミラーを当ててくれます。なんで、まあ、ここからやりましょうか。よいしょ。ここで、立方体をループカットして、頂点移動をずっとして頭にしていきます。で、ループカット。ループカット。これはそんなに綺麗に作らなくても大丈夫、当たりみたいなもんなんで、こんな感じかな、とりあえず。で、一応これで頭できたんで、次は体作っていきます。体はこれ、立方体作って、で、手足押し出し。こんな感じですね。じゃあ、立方体を作ります。でかい。こんな感じで。で、これもミラーを当てていきたいんで、オートミラーポチッとします。で、ミラーが当たります。で、ループカット。ループカット再び、ここら辺ですか。と
とこの辺かな。で、足を押し出します。で、まあ、ちょっとこう斜めになってるんですけど、上を水平にピタッと揃えたいのでですね、スケールのツールにして、この軸を掴んだままキーボードから0を押すと、ピタッとなってくれます。で、さらにこの人を地面にもピタッとしたいんでですね、スナップのグリッドをオンにして、で、これで地面にぴったり足の裏みたいなところがくっついてくれます。よいしょ。ちょっとガイド出す。腰の位置この辺ですかね。今足はまだいたいこの辺ですかね。で、膝の位置もまあこの辺ですかね。違い。で、もうちょっと上ですね。まあ大体です。で、ウェーブカットで足首のところもちょっとカットします。まあ、大体こんなもんですかね。で、テーマを押し出して作ります。押し出し。ですかね。ちょっと。で、あ、これですね。ブレンダーは、裏面の頂点これですね。で、選択するときは透過表示っていうのになってないと選択できないのでですね、これはよく使うので、ドハの場合はショートカットに登録してポチポチオンしたりオフしたりしてやってます。なんでとりあえずこんなもんですかね。
ほう。まあ、だいたいこんなもんですかね。まあ、頭はね、ちょっと髪の毛を作るとだいぶ大きさが変わるというか、また調整した方がいい感じになってくるので、一旦こんな感じですかね。ではこれでだいたいどこまでだの？おっと、この辺まで行きましたかね。で、ここですね、モデルのプロポーションをチェックっていうところまで、まあだいたいできた感じになります。ワイヤーフレーム表示すると、こんな感じで、こんな感じになりますね。じゃあまあ、今回の動画は、一旦この辺で見とけます。パート2では、この状態から続きを作って、行こうと思います。続きはどんなのあるかというとですね、一つずつ、顔を作って、あとも、もうちょっとこう、ポリゴンが増えていく感じになりますね。これ次の動画でやっていきたいと思いますので、また続き、どうぞよろしくお願いします。じゃあ今回はこんな感じで、見てくれてありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。